エアーリンクマジで最高です。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。先日のバージョン28のアップデートでエアーリンクが使えるようになりました。エアーリンク実際に使ってみてめちゃくちゃ良かったので、今回はこちらの流れでエアーリンクについて解説していきます。結構盛りだくさんな内容になってしまったんですけど、しっかり解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはエアーリンクについてです。エアーリンクというのは、オキラスが公式で提供する PCVR を無線で使えるようにする機能です。バージョン28のアップデートと同時にベータ版がリリースされています。2019年に有線接続で PCVR が遊べる Oculus Link という機能をリリースしていますけど、それの無線版という位置づけになっています。これまで Oculus Quest で無線で PCVR を遊ぶにはバーチャルデスクトップを使うことが大体主流でした。詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。バーチャルデスクトップはサードパーティー製ではあるんですけど、2016年に初めてリリースされて、5年もの長い間最適化を繰り返してきています。一方でエアーリンクはオキュラスが公式に提供している機能となっています。今後バーチャルデスクトップかエアーリンクかどちらを使うか、どっちを使ったらいいのか、これ気になるところだと思います。実際使ってみたんですけど、結論から言います。冒頭でも言いましたけど、エアーリンク最高でした。なぜなのか、この理由は後々お話ししていきます。次にエアーリンクの導入方法です。導入にはパソコンとOculus Quest 2本体の両方に手順が必要です。まずはパソコン側です。一応パソコンにもスペック要件があるんですけど、Oculus Linkと同じになっています。詳しく見たい方は概要欄にリンクを貼っておきます。そしてOculusアプリを起動します。まだ導入していない方はこれも概要欄にリンクを貼っておきます。そしてOculusアプリの設定のベータのエアーリンクのところをオンにします。もしエアーリンクの項目がなかったら、バージョンが28になっていることを確認してください。それでも出てこなかったら公開チャンネルをオンにしてOculusアプリを再起動してみてください。次にQuest2本体です。設定のテスト機能のエアーリンクというところをオンにします。もし項目がなかったら本体のバージョンが28になっていることを確認してください。バージョン28でも項目がなかったら、本体を電源につないだまま放置して再起動してみてください。一応エアーリンクの起動にも必要要件があります。一番確認したいところは、クエスト2本体が 5GHz 帯に接続されているかどうかです。接続する SSID によっては 2.4GHz の可能性があります。自分は昔よく分からずにパソコンとかスマホを 2GHz 帯の方につないでしまっていました。普段使いでも 5GHz 帯につないだ方が速度が出るので、そちらをつなぐようにしましょう。あとはパソコンが LAN ケーブルで有線接続されているかどうかです。 Wi-Fi 接続ではダメということですね。これでもうエアーリンクが使えるようになります。公式の機能だけあって簡単に導入できますね。起動も簡単に行うことができます。今回は比較なので、バーチャルデスクトップの起動方法も簡単に振り返るんですけど、一言で説明すると、パソコンにストリーマーを入れて、クエスト2本体にバーチャルデスクトップアプリを入れて起動するという手順です。これのデメリットは、ダウンロードサイトも全部英語で、設定も全部英語となっていることです。エアーリンクはパソコンのOculusアプリ含めて全部日本語に対応しているので、それがいいですね。あと大きいのは、バーチャルデスクトップを購入するのに2000円ぐらいかかってしまうことです。エアーリンクは無料なので、この差は大きいかと思います。導入の手間ということで言えば、あまり差はないと思います。過去にバーチャルデスクトップの導入方法を解説したことがあるんですけど、その頃に比べると随分簡単に導入できるようになりましたね。しかもバーチャルデスクトップも使いやすくなっているような気がします。その頃は初代クエストでスペック的にも重かったので、バーチャルデスクトップ自体なんか重たいイメージがあったんですけど、今はかなり快適ですよね。ちなみにエアーリンクは初代クエストはサポートされていないんですけど、バーチャルデスクトップだったら使えます。ただ初代クエストでもエアーリンクナウというのを使えば、非公式だと思うんですけど、一応導入できるみたいです。詳しくは調べてみてほしいんですけど、レディットのリンクを一応貼っておきます。次にエアーリンクのトラブルシューティングです。一つ目は、エアーリンクで極端な遅延が発生した時です。
その場合はオキュラスデバッグツールの設定を見直してみてください。オキュラスリンクの時にいじってる可能性があります。特にビットレートのエンコードが0になっていることを確認してみてください。2つ目は SteamVR で音が出ない時の対処法です。自分もこれなってしまったんですけど、 Oculus Quest 本体の問題ではなくて SteamVR の設定の問題でした。 SteamVR ホームでコントローラーの左のメニューボタンを押します。設定を開いてオーディオのオーディオ出力デバイスというところをヘッドセットに設定します。これで音が出ると思います。次に遅延の比較です。これビートセーバーをプレイしてみました。同じ条件にするためにビットレートも同じ数値にしました。両方ともやはり無線なだけあって遅延は感じてしまいます。有線で遊ぶ時より若干早めに切らないとミスを連発してしまいます。その遅延の差はバーチャルデスクトップもエアーリンクも体感的にはほとんどありません。正直動画で遅延を表現するのは難しいので、これを見ても分かりにくいと思います。そこで別の実験をしてみました。こちらのプレイは両方とも音楽を聴いてそのタイミングで切っています。どういうことかというと、先ほども言った通り無線のせいで遅延があるので、高得点を狙おうと思ったら若干早めにコントローラーを動かす必要があります。このプレイ動画ではコントローラーは早めに動かさず、なるべく音楽に合わせて動かしています。本来遅延がなければそこそこなスコアが出ているはずなんですけど、遅延があるのでミスを連発しています。そしてこのミスが多ければ多いほど遅延があると言っていいのではないでしょうか。実際にそれぞれ得点がいくつになったか見てみます。この通りバーチャルデスクトップの方が得点もカット数も高くなりました。何度か試しましたが、やはりバーチャルデスクトップの方が高くなりました。これはエアーリンクの方がわずかに遅延が大きい可能性があると言えると思います。次に画質の比較です。今回はメダルオブオナーで比較してみました。遅延と同じで正直プレイ中はよく違いが分かりませんでした。ただいろいろ比較の情報を見てみると、エアーリンクの方が圧縮率が低いようで、理論上は画質もいいようです。また色味の忠実度がエアーリンクの方が高くなります。いろいろな意見を見てもそこまで違いはないとか、エアーリンクの方がいいというのがありました。編集中に比較してみると、確かにエアーリンクの方が色が鮮やかな感じがしました。バーチャルデスクトップの方は特に白い部分がオレンジみがかっているのがわかります。画質についての説明は以上なんですけど、引き続き比較映像を流しておくので違いをじっくりご覧ください。メダルオブオナーはグラフィックがとても綺麗で、景色の映像も多くしたので分かりやすいと思います。次にエアーリンクの利点です。一つ目は ASW です。これはエアーリンクの大きなメリットとなっています。非同期スペースワープという英語の略で ASW と言います。これは直前のフレームから次のフレームを予測して映像の動きを滑らかにする機能です。例えば 90Hz の VR ヘッドセットを使っていたとして、パソコンのスペックの関係で 90Hz が出力できなくなったとします。その場合に 45Hz に落とすんですけど、 ASW の機能で中間フレームを保管します。それによって低スペックでフレームレートが落ちる場面でも映像を滑らかにすることができます。特に回転する場面とか映像が素早く切り替う場面で活躍します。録画ではちょっと分かりにくいんですけど、実際見てみるとはっきり分かります。これはバーチャルデスクトップではない機能なので、かなりメリットだと思います。次に黒い枠の改善です。実はバーチャルデスクトップでプレイした時に大きく首を振ると左右に黒いバーみたいなのが出てきていたのが気になっていました。なんか映像の表示が追いついていないような感じですね。特に Google Earth VR をプレイしていた時に大きく表示されていたんですけど、これが気になって仕方なかったんですよね。ビットレートを下げたり画質を下げたりしても出ていたので、もう諦めていました。これはどうやら元々ネットワークの遅延が原因っぽいです。実はまだ自分は Wi-Fi 5 のルーターを使っています。 Wi-Fi 6 という次世代の Wi-Fi 規格があるんですけど、そちらの方が最大速度が速くなっています。
もしかすると Wi-Fi 6にすると改善されるかもしれないので、この機会に買い替えようと思ってるんですけど、 Wi-Fi の環境が良ければこの黒枠は発生しないかもしれません。あとは Wi-Fi に接続しているデバイスの数が多すぎるのも原因かもしれません。自分は IoT とかで10台ぐらい同時に接続してしまっています。これが驚きなんですけど、エアリンクだと同じ環境であってもその黒枠が表示されなかったんですよね。ルーターもそのままなので全く同じ条件です。これが改善されたのはかなりありがたいです。3つ目は格付きの改善です。黒枠と似たような感じではあるんですけど、バーチャルデスクトップだと格付きが発生していました。映像が途切れ途切れになる感じですね。これがたまに発生するぐらいだったらいいんですけど、もう常にカクカクしている感じだったので、これが原因でバーチャルデスクトップではほとんど遊んでいませんでした。これもネットワークの遅延が原因だと思うんですけど、なんとエアリンクでもこの格付きが発生しませんでした。ゲームを起動して体感的にすぐに分かるレベルだったんで、エアリンクめっちゃいいじゃんと思いましたね。自分の環境ではバーチャルデスクトップはなんとなく無理やり動かしている感じだったんですけど、エアリンクだとそれがもうなくて最適化されているなという感じがします。いい環境の人はバーチャルデスクトップでもこれだけ快適に遊べたんだなと思うと羨ましい限りです。黒枠と格付きはなんで改善されたのか明確な理由はわからないんですけど、 ASW のおかげの可能性はあります。これはめちゃくちゃ本当に大きいと思います。これで没入感が大きく改善されました。 Wi-Fi 環境があまり良くなくても快適に遊べるというのはエアリンクが優秀だと思うので、そういう場合は特にエアリンクを選ぶといいと思います。最後の利点なんですけど、オキュラスリフトのゲームが完全に対応していることです。バーチャルデスクトップでもオキュラスリフトのゲームは動かせるんですけど、一部対応していないゲームがあったりします。エアリンクだったら Steam VR とオキュラスリフトのゲーム全てカバーしているということになります。次にエアリンクの欠点です。映像の部分で大きな利点があるとお話ししましたが、実際使っていて細かいところで気になった点がいろいろあったので紹介していきます。まずは録画機能がないということです。バーチャルデスクトップの場合は Steam VR をプレイ中とかでも Quest 2本体の録画機能を使って録画することができたんですけど、エアリンクの場合はエアリンク中に録画を開始することができません。解決策としてはエアリンクを開始する前に録画をしてエアリンクを起動すれば録画をすることができます。ただこれではエアリンク中に録画の開始と停止ができません。その他クエスト2のホームメニューの機能を使いませんね。使うにはエアリンクを一度終了しないといけないので結構めんどくさいです。2つ目は Steam VR で戦隊位置の調整が面倒ということです。バーチャルデスクトップだったらオキュラスボタンを長押しすれば現在の位置がセンター位置になります。エアリンクの場合にオキュラスボタンを長押ししても正面を向くだけです。センター位置を調整するにはメニューを開いて設定のガーディアンからガーディアンの調整を行うを開きます。それでセンター位置にしたい位置に立ってガーディアンを描くと調整ができます。これはかなり面倒ですね。3つ目は Steam VR の起動が若干遅いことです。実際起動してみると分かるんですけど、バーチャルデスクトップの方が数秒早いです。4つ目はエアリンクを終了すると Steam VR で警告文が出て Steam VR を終了しないといけなくなるということです。これによってエアリンクを再起動するときにまた Steam VR を起動させないといけなくなります。バーチャルデスクトップは終了しても Steam VR は起動したままなので再起動するときもスムーズですね。5つ目はパソコンのオキュラスアプリのエアリンクの機能が自動的にオフになることです。24時間経つかパソコンを再起動した時に自動的にオフになってしまいます。これも地味にというか長期的に見ると結構面倒だなと思います。6つ目はトリガーが反応しにくいことです。なぜか通常時よりトリガーを押し込まないと反応しないことが多いです。はじめなんかあれおかしいなという感じがしましたね。普段はもう軽くこういう感じでトリガーを操作しているんですけど、エアリンクの場合はこういう感じで押さないと反応しないですね。これはバグなのか遅延なのかわからないんですけど、早く改善してほしい部分です。
コントローラーの関係で左のジョイスティックが若干遅延を感じます。ゲーム内で移動するときによくわかります。なぜか右のジョイスティックでは発生しないので、これはバグかもしれないです。さっきのが7個目で、8つ目に安定感が劣ることです。たまにすごいラグが発生したり、エアリンクを終了した時にクエスト2本体が固まってしまうことがありました。バーチャルデスクトップはその点安定感がすごいですね。9つ目にバーチャルデスクトップに比べて設定項目が少ないことです。バーチャルデスクトップでは解像度とかフレームレート、ビットレート、ガンマ値、色の鮮やかなどいろいろと設定ができます。さらに先日も解説した通り 120Hz も設定できます。 AI リンクは現状設定項目はビットレートしかありません。以上が欠点でした。ということでですね、バーチャルデスクトップと AI リンクどちらが良かったかというと、自分の環境では明らかに AI リンクの方が良かったという結論になりました。やはり一番は格付きの改善ですね。これが改善されただけで AI リンクを選ぶ価値はだいぶあると思いました。バーチャルデスクトップの時は無線化ってまだ厳しいなっていう感じがあったんですけど、 AR リンクでそんなことはないということを認識できました。クエスト2が発売されて PCVR であんまり遊ばなくなったんですけど、これを機会にもっと遊ぼうと思いましたね。パソコンのスペックも上げたくなっちゃいました。もしこれまでバーチャルデスクトップ微妙だなと思っていた方は、ぜひ AR リンク試してみてほしいです。もしかすると遅延とかラグが改善されるかもしれません。それと Twitter と YouTube でアンケートを取ってみましたが、思った以上に票が割れました。もう YouTube に関してはほぼ五分五分ですね。これは Wi-Fi とかパソコンのスペックによって体験の質が変わってきている可能性がありますね。環境がいい人はバーチャルデスクトップでも快適だったので、 Air Link でもそんなに体験の質が差はなくて、機能性とか安定性の面でバーチャルデスクトップを選択しているという感じでしょうか。バーチャルデスクトップは長い間開発されてきているので、その点さすがですね。使い勝手はかなりいいと思います。そんな完成度の高いバーチャルデスクトップがある中で無線化をリリースしてきたということで、完全に勝っているわけではないんですけど、やはり超えているものがあるものをリリースしてきたなという感じですね。忘れてはいけないのが AR リンクはベータ版ということです。今後が本当に楽しみですね。皆さんはどちらがいいか理由も添えてコメントいただければ嬉しいです。どっちがいいのか興味があります。ちなみに今回の AR リンクと同時に対応になった 120Hz についてはこちらの動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。ということで今回は以上なんですけど、今後も VR に関する情報をどんどん発信していきます。気になる方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。Twitter では YouTube よりいち早く情報をアップしていたりしますので、ぜひ概要欄からチェックしてフォローの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。